ヨムスボルグ所在地の最有力候補のボリンにある石碑。デンマーク語とポーランド語のルーン文字表記で986年にここでハーラル一世が没したことが刻んである。ヨムスボルグは960年から1043年の間にバルト海南岸に存在したと伝えられる半ば伝説上のバイキングの要塞。ヨムスバイキングの本拠地であった。 ヨムスボルグの正確な位置は未だに不明だが、オーデル川は川口の島と言われることが多い。ポーランド北西のボリン島の南東端のボリン町の北のシルバーバーグ級にあったと考えられることが多い。中世初期のボリン周辺には多民族市場があった。ノルディックサガではほぼ常にヨムズベックと書かれる一方、ドイツの歴史書では、ジャンやジュリンとそこから派生した名前で呼ばれている。 1931年から1932年、ポメラニアの歴史家のアドルフ・ホフメイスターは、異なる、歴史書で異なる呼び方をされるこれらの地名は、現在のボリン周辺の同じ場所を指していると述べたが、この意見は世間には全く受け入れられなかった。歴史家のスティーブン・ファニングは、デンマークのバイキング式刊状要塞は、ヨムスボルグと同じ形式なので、 ボリンのそれも同じと考えられる。しかし、それらが発見できないため、ヨムスボルグは文学上の存在なのではないかと述べた。ウラディスワウ・フィリポウィークは、10世紀末のボリンには、武装したバイキングの集団がいた複数の証拠が存在する。彼らは、ポーランド王のボレスワフ一世の傭兵だった。と述べた。他には、ウーゼドム島北西部にあったという説や、 すでに沈んだ陸地にあったという説もある。ウーゼドム島と流玄島の間にはかつて細長い陸地があったが、14世紀前半の高潮で大部分が水没した。竜ン島やグライフスバルター島、ペーネミュンデソスも候補に上がっている。バイキング時代の宝石がこれらの場所で発見されたが、考古学的評価はまだ確定していない。クニトリングサガやファグルスキンナによると、 ヨムスボルグは960年代にデンマーク王のハーラル一世が建設したとされる。ヨムスバイキング佐賀ではデンマークバイキングのパルナトケを創設者としている。中世の記録ではヨムスボルグは要塞に港がついていたとされる。港は砲台の石塔から一望でき、港の入り口は鉄の扉で閉じられた。最古の記録では港には三隻しか入れなかったが、 後には360隻まで拡張された。ヘームスクリングラによると、ヨムスボルグは1043年にデンマークノルウェー王のマグノス一世に破壊された。要塞は焼け落ち、住民の多くが殺害された。ヨムスバイキングは、法典と指導者にのみ忠実な精鋭部隊である。ヨムスボルグの領主は、シグバルディ伯爵だったシグバルディは1010 10年より前に、亡くなった。千九年、 ヨムスバイキングの多くがシグバルディの兄弟のヘリングとノッポのトルケルと共にイングランドに旅立った。後に彼らはクヌート一世の常備軍やハスカールになった。クルムスンディスクの表面2014年秋、ハーラル一世とヨムスボルグの名が刻まれた黄金の円盤が発見された。発見したのは11歳の女子で小箱に入っていたものを見つけ学校に持って行った。 クルムスンディスクとも呼ばれる、この円盤は、金の含有量が多く質量は 25.23g だった。表面には、ラテン語で、アレルド CVRMSVN レックスエリー、ディナー、スコーン JVMN、シブアルディンと書かれており、これは、デンマーク人とスコーネ地方、ヨムスボルグ町、アルディンブルクの王、ハラルド・ゴルムソンと訳される。 裏面には八角形の突部に囲まれた十字架と四つの点が描かれている。これは1840年にボリン近郊のビエーコボ村で発見された宝庫の一部と推定される。2015年6月18日、スウェーデンのルンド大学で円盤に鉄鋼分析を行った。その結果、合金中の金の含有量が83.3から92.8%と、 判明した。四殿作祖で、オランダ人編集者のステファン・ハーポソは、このように述べた。円盤は1100年頃にヨムスボルグやビエーコボ、周辺の伝道師が、装飾物として作った。その伝道師は、ハーラル一世を劣勢した可能性がある。JVMN、シブ・アルディンを、オルデンブルク・カンクのヨムスボルグと読むとすると、円盤が作られたのは1050年から1125年の、 間となる。これは、中世高知ドイツ語に、J の文字が現れるのは1050年以降で、1125年にはヨムスボルグ管区が設置されたためである。スウェーデン人人類学者のスベン・ロスボーンは、ハーラル一世のヨムスボルグでの死に関係する、フランク人僧侶が作ったと主張した。しかし、ほとんどの専門家はその時代に、同様の遺物がないことから、贋作であると考えている。 ありがとうございます。